こえますか？あなたたちを追い込む冒険者の雄たけびが。終わりです、バルカ・ペルディクス。いいえ、イビリスの残党、ダンジョンで犠牲となったファミリアの仇取らせてもらいます。ここが私の終焉か。自分に武器を刺した？自殺？しかもあれはカースウェポン。そちらの言う通り、私たちの負けだ。イビルスはここでついえるだろう。だがクノッソスは朽ちん。あれは宝玉の退治？何をするつもりですか？すでに6つの種は解き放たれている。これは万が一、くしくもお前たちヘルメスファミリアが血の供物を捧げた24階層の宝玉だ。我らが対岸はついえん、我らが執念は途切れん。始祖が夢見た混沌を必ずや完成させるため、一人でも多く道連れにしてみせよう。我が血肉をむさぼるがいい、宝玉の退治よ。気持ち悪い、気持ち悪い。ウルガであんなの切りたくないんだけど。バカなこと言ってんじゃないわよ。それじゃ直接拳を叩き込むつもり？それもやだ。来ます。ファミリアに任せなさい。メリルを中心に我々は支援に徹します。動きは呪い。ティオナ、勝ち上げなさい。わかった。
血のシャワー毒まさかカース、この血の雨が全て、先ほどの知人はまさかこのために。カースの飛躍でも解除できない。ディアフラーテル、みんなアミットの魔法なら直せる。朗報でもないわね。それってアミットがやられたらもう後がないってことじゃない。アミットを守れ。回復が繰り返されて、こんな光景見たことがない。なんだよこれ。くそ、痛い乗り切れない。アッシー、こうなったらもう他の部隊に応援を。ダメだ、アミットにしか癒せないのならいくら仲間の頭数が増えても結果は変わらない。犠牲者が増えるだけだ。作戦の目的は何だ、思い出せ。敵主海の捕獲は絶対、一箇所の戦力集中は許されない。ガレスたちは必ず神タナトスたちを追い詰める。なら僕たちは、僕たちだけであの敵を撃つ。任せてください、団長。ガレスたちに負けてらんないもんね。盾を持て、勇気を持って敵の攻撃を受け止めてみせろ。今が冒険者の名を証明する時だ。かかるぞ。